農家の皆さん、こんにちは。天水の桜姫、桜姫役の大空直美です。いつも美味しい作物を私たちに届けてくださって本当にありがとうございます。さて、天水の桜姫なんですけれども、ぐうたらな生活をしていた桜姫が、辺境の地に追放され、一から稲作をすることになります。泣きじゃくりながら、田植え、米作りに挑戦する桜姫をどうぞ応援していただけたらと思っております。よろしくお願いします。